どうもおはようございます。時刻は5時15分です。ということでね、今日はねこれ飲んでみたいと思います。ウニとホップザ・ゴールドコクの極みっていうやつですね。これはですね、応募するともらえたやつなんですよね。去年じゃないや、今年の夏かな、これね。これ飲みたかったなぁと思ったんですよ。これが限定で出ました。これは楽しみですね。これなんかポイントかなんかシールだかなんかを集めるともらえたんだよね。応募しなかったけど俺は。でなんか応募が倍ぐらいあったんだって。これすごい人気だったんで、出したみたいですねこれ、はい、じゃあ飲んでみます。楽しみだな、久しぶりに。ただでさえうまいですからね、このシリーズは。はい、コクっていうのが俺一番いい。はい、おお、冷えてますよ。おー、そこそこ濃い感じですかね。はい、いただきます。あーすげえ、コク強いですね。ほんとこのシリーズはビールに近いね。でね、なんか限定醸造の時ってさ、まあ、各社こういう帯つけるの多いよね。気のせいかね、斜めの帯をなんかつけるって感じで、丸いところにお酒って書いてあるんですよ。これどこもやってるんですよね。シルバーではないけども、こっちはシルバーですけど、だいたい同じ場所に決まりがあるのかな、これね、お酒って。丸に入れるっていう、なんか各社なんかやってるみたいですね。まあ、結論なんですけどね、コク、香りが強いですね。これビールで言ったらプレミアムビールクラス。俺はこれ美味しいと思うんですね。すごい、これ普通のビールではここまでのコクとか香りは出てこないですね。普通に売ってるやつだとね、 5% くらいのアルコールで売ってるじゃない。ほんと少ないよね、アルコールが高いのって。 5.5、6 なんてもうないからね。普通売りで6なんてないでしょ。あれが腹立つよな。まあいろいろ飲んでるんですよね。アルコールがないよりアルコールがあった方が飲み応えはあるんですよね。ただね、コクがないと俺はそんなに飲み応えって出てこないなって感じるんだけどね。コクとアルコールが高いと本当に飲み応えありますね。これはそのタイプ。すごいね、プレミアム感がありますよこれ。ビール以上のものですね。少なくともバドワイザーとかありますけど、あのクラスより上だなーって感じしますけどね。いいと思いますね、これはね。買う価値はありますね。言っときます。買う価値はあると。はい、ありがとうございました。